我らが大地ルーナジア、この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧、あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった5つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だが、あるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の5つ。そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に習い大陸制覇に向かう6つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たした時、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。掲げよ、今こそ正義の名のもとに戦う時だ。
素晴らしかったですわ、ルビーナ王子様。これが初めてお書きになった戯曲とは。ありがとうございます。これで父王も少しは私の芝居を認めてくれるといいのですが。ほら、ご婦人たちに囲まれてもう立派な劇作家先生みたいじゃない、王子。おいおい、イエナ、舞台衣装のまま楽屋から出てきちゃダメじゃないか。この衣装ですけど、セリフが子供っぽいのにちょっとおばさま臭くないかしら。まあイエナ様、いくら幼い頃からお親しいといえども、王子様にそのようなお口を聞いて。いいのいいの、劇作家はね、批判されて育つものね、王子。私の父にそう言われたのよね。シズラ様に？そうそう、王立劇団の看板俳優にそう言われちゃ、新人の作家は何も言えないでしょ。まあシズラ様、今夜はまた最高でしたわ。やあ、これはご婦人方。あら、お父様どうなさったの？顔色が悪いわ。いや、ご婦人方、申し訳ありませんが、ルビーの王子と少し話がしたいのだが。これはこれは大変失礼いたしました。私たちはこれで。シズラー殿、どうなされました？王子、どうも客席によからぬ者たちが潜んでいたような、そんな気配を感じたものですから。よからぬ者って？舞台からは客席はよく見えないものです。しかし役者の勘でしょうか、観客たちの気配ははっきりと肌で感じ取れるもの。シズラー殿、そなたは名優であるばかりか、我が国でも有数のルーンの騎士。そのそなたが邪悪な気配を感じたのであれば、ただごとであるはずはない。王子、ルビーの王子。グラドス将軍、一体どうしたというのです？父王がたった今お亡くなりになりました。なんですって？おお、ノーサリオ、我ら正義をいただく王国の風よ。アエラムーナー、カタリシナー、我らの王をルーンの神の庇護のもとに。外傷はなかった、しかも警備の者たちによれば、怪しい者が近づいた気配はないと。そんな、だって王様はあんなにお元気だったじゃありませんか。イエナ、グラドス将軍にご無礼だぞ。口を慎みなさい。いいのだシズラー殿、このわしとてこのような不甲斐ない事態を招いた責をどう償えばいいのかと。将軍。ルビーの王子。騎士は人を責める前にまず己を責めよ、そう私に教えてくれたのは将軍あなただ。恐れ入ります。だが今は将軍はもとより警備の誰を責めても父王は生きては帰らぬ。シズラー殿が嗅ぎ取ったように、おそらくこの正義の国に何か。王子のおっしゃる通りじゃ。ジオン、どうなさったの？顔が真っ青。
ブリガンダインが。王子、我らの正義のブリガンダインが何やら正義を脅かす気配を感じ取ったようですじゃ。何ですって？ルビーの王子、グラドス将軍、緊急事態であります。我が国の東方の拠点ウォーレンがたった今グスタバ神聖帝国に占拠されました。何だって？ファミガー、かねてから不穏な動きをしておったが、よもや三世王の死も。シズラー殿、こうなったらグスタファの関与を疑わないわけにはいかんじゃろう。それにこういった火種は他の国、いやこのルーナジア全土に飛び火する。王子、たとえこの大陸が戦火にまみれたとしても、我らのノーザリオ、その正義の火は決して消されることがあってはならん。我がノーザリオ王国とは因縁浅からぬグスタファ神聖帝国、その蛮族が何の前触れもなく我が領土の一部を占拠した。これはこのルーナジアの各地で起きている火種の一つに過ぎない。今我らの正義が危機に瀕している。火の手が我らを覆う前に、我らは一刻も早くこの大陸の全土に正義の鉄槌を打ち込まねばならない。御意、行くぞ。
王子、これまでおよび今後の各国の情報をまとめさせましたのでご報告申し上げます。ありがとう、グラド将軍。おこりのブリガンダインを有するガイムール共和国ではアーデン大統領がなぜかこのところ表舞台に姿を見せていないとか。不可解なのはそれでいて首都ガガにありますモハナハルーン神教もそう。モハナキャラダイン像には連日各地からルーンの騎士たちが集結しているとのことでございます。我がルビーノ三世王の死を嗅ぎつけ連中がどう動き出そうとしているのか予想もつきません。さらにアーデンの後継と目される娘エルザは伝説のムールエンジェ三姉妹の再来とも。我ら正義のブリガンダインの名にかけてここは一歩も引けませんぞ。旧ハザム国、かつては我が国にも傭兵として仕えた者どもも今ではチリジリになっているとか。しかしもともとかの国は忍び魔術の達人ぞえ。特に女の忍びたちは新たに森の奥深くに広大な城を作ったと聞いております。女たちを先導しているのはデラと申す者、そして娘のタリアには特に注意が必要かと。何しろ傭兵としてかなり過酷な任務を強要されてきた一族ゆえ、女の忍びたちは自由のブリガンダインを掲げ我ら既成の国家をことごとく転覆させようと企てているようでございます。グスタファ神聖帝国、申し上げるまでもなく我が国はもちろん他国への侵略もかなり強引に推し進めております。ご存知のようにかの帝国には我が国をはじめとする国々と違ってブリガンダインが一度としてもたらされたことがありません。グスタフ一族というかつて我が国を追われた騎士の末裔どもが君臨する先制国家ですが、現在皇帝の位置にあるのがティム・グスタフという一族の中でも年少の者。癖の多い一族の連中を束ねるためにも何が何でもブリガンダインを手に入れそのご意向にすがりたいというのが本音でありましょう。王子、あのような国にブリガンダインが渡ったら我らの正義は地に落ちましょうぞ。マナ・サリージア法王国、あのロマヌフ法王が何かの悪霊に取り憑かれたとしか言いようがありません。ご存知のように法王はルーン信仰において在派の擁護者。我が国はモハナ派の流れを組んでおりますが、これまで異なった流派が衝突するまでに至らなかったのはひとえに法王の懐の深さゆえ。ところがここに来て法王の息子で警察師団長のルドが突然蜂起したと。高潔のブリガンダインを掲げ全世界を己の財派で統一しようと目論んでおるようです。王子、我らの正義をもって何としても愚かな野心を叩き伏せねばなりません。我がノーザリオから遥か離れた国とて油断はなりません。ミレルバ諸島連邦、所詮海賊どもが集まって出来上がった国。我が国のように開国の祖アデッサ様のような強力な指導者のもとに生まれた国ではありません。今ではステラとかいう海賊の末裔がいいように島々を動かしているとか。
まさに身勝手な自我のブリガンダインを地で行くようなものでございます。王子、格の違いを見せつけてやらねばなりますまい。わかった、ご苦労様でした、グラドス将軍。騎士として戦場に立つこと、それが私の誇り。そして求めるのは勝利のみ。いざ参ります。皆の者、皇帝とグスタファに勝利を捧げるのだ。
兄様のご期待に応えるのよ。はい。はいはい、どうすればいい？行くぞ。お兄様のご期待に応えるのよ。はい、これで。承知です。敵の位置を確かめて、どうすればいい？敵の位置を確かめて。行くぞ。行くぞ。私の命令。消えんせよ。倒れません。参ります。これで。承知です。どうすればいい？行くぞ。ルーンの神の祝福が。私の命令。まだまだ。痛めついては。参ります。はっ。承知です。はっ。はい、ほら。まだまだ。まだまだ。まだまだ。どうすればいい？は？覚悟せよ。私の目。痛めついては。はいはい、ほら。倒れません。敗北ですか。私もまだまだ未熟。やっぱり僕は戦いには向いてないようだね。形勢は不利か。やむを得ん。
撤退だ。痛かった？少しやりすぎたかしら。この戦場はどのような音色を奏…みんな、行くわよ。大丈夫、死なせはしないわ。かしこまりました。何でも言ってくれ。おじいちゃんに習った通りにやるからね。みんな、私についてきて。いいでしょう。さあ、何でも言ってくれ。みんな、私に続け。みんな、私についてきて。かしこまりました。さあ、何でも言ってくれ。みんな、私に続け。やめてよ。やめてよ。大丈夫。いいでしょう。さあ、ね、やめてよ。何でも言ってくれ。みんな、はすごいのいくよ。おじいちゃん、助けて。いきますよ。参ります。何でも言ってくれ。いいでしょう。いかがです。さあ、ビビッドに。何でも言ってくれ。大丈夫。やっ、
うわけには。いいでしょう。行きますよ。さあ。俺の出番だな。おりゃ。みんな、やっ。ほら、お返しだ。すまねえ。足、引っ張っちまった。かしこまりました。さあ。もうこの戦場から典型は得られない。勝てたわ、みんなのおかげで。